これ内積使うんですけど、その関係で実にしましょう。部分空間にしますね。まあ、ちょっと今解説しますけど、これ何ていうのか知らないですが、これ言葉では V の直交方空間と言います。これな、普通、まあ直交方空間としか言わないですね。フランス語でなんか、オーソゴナルドゥベっていうふうに呼んでたから、英語もそうなんでしょう、きっと。これはX が Rn で、まあ要するにこの V 全体、V のベクトル全体と直交なわけね。これが分空間であることを示します。これ簡単ですよ。これって例えばだから V が3次元中 V がこれだったら、で原点項ですね。だからこれ直交するこういうのが大体これですし、まあ逆にこれが V だったら、これがその二次元のが直交空間ですね。これが W だったら、これが W の直交空間ですね。で大したことなくて、P と Q が V これとします。でそうするとで V 属する V を任意取ります。そうすると、ラムダ P プラスミュー倍の Q だ。これに V をかますと、大したことなくて、ラムダの P と V と、いいですか、前の方も後ろの方も線形ですから、まあ、その足し算とかスカラ倍が外に出ます。内積は。こうですね。で、PQ が V の直交空間だから、PV と QV0 ですね。よりだからこれとこれ0なんですから、ラムダ P プラスミュー倍の Q と V がラムダ0プラスミュー倍の0で0よってラムダ P プラスミュー倍の Q が V の直交空間になります。まあ、というわけで、P と Q に2つ取ってラムダ P プラスミュー倍の Q がまたそう、とどまって閉じてるわけですから、部分空間ということがわかります。これは部分空間ですね。この直交空間の性質は、徐々にいろいろ勉強してもらいます。来週も少し教えていきます。問題出そうと思ってます。データ解析とかいろんなところでこれ結構大事なんですよね。いいですか。だから教えます。